皆さん、はじめまして。いきなり自己紹介。高校生の母をしています。ものづくりが大好きで、いろんなものを作っています。年は昭和47年生まれの47歳。ネズミ年。今年、年女です。では、今日は、娘のおひなさまのちらし寿司を作っていきたいと思います。今までに過去、娘が0歳の時からずっと作り続けているんですけど、今までのはこんな感じです。では、ご飯を開けていきます。ジュボーン。お酢をかけます。ジャバーン。これを冷ましますね。うちはないな。うちおひつがなかったのでフライパンです。フライパンそしてうちははついちゃんで今日は仰ぎたいと思います。ついちゃんはトワイスのついちゃんです。こんな感じでやっていきます。娘がついちゃんが好きだったんですよね。今は、軒坂とか日向坂が好きらしいです。細かいものを切っていきたいと思います。きゅうり、私ね、いつもこんな感じで柄をつけます。斜めっちゃった。いや、斜めっちゃったけど、まあ、いや、細かく切りますね。はい、こんな感じで上に乗せる具材が出来上がりました。で、このはんぺい、このまま乗せてもいいんですけど、もうちょっと可愛くしたいので、この食べられるアートをつけていきたいと思います。こんな感じのなんですけど、これを貼り付けていきます。切ったのがこちらです。わかる？これをこのはんぺんに、ちょっと焼けちゃった。ちょっとシワが寄りましたけど、こんな感じで付きました。先ほどの酢飯をお皿に乗せました。真っ白、わからん。こう、あ、わかる？はい。では、お顔を作っていきます。デコフリ。これの黄色を使います。黄色。ここにかけます。混ぜまーす。足りるかな、黄色。あんまり黄色にならんな。顔の形が
こんな形でできました。上にはんぺんが乗ってます。いつも爪楊枝でこんな感じにチーズをくり抜きます。こんな感じ。チーズで、顔と目をほうれん草を茹でて丸く切り抜きました。海苔で、お鼻と口と今まつげをつけるところです。こういう細かい作業が苦手です。よし、えい、ついた。リボンをつけてお顔完成。具材を散らしていきます。こんな感じで散らしてみました。エビ、イクラ、マグロ入ってます。はい、100均で買ったこの桃の花を散らして、この桜でんぷんをこんな感じで散らして、完成です。はい、完成です。じゃじゃーん。あんまり傾けると、あ、やばいやばい。こんな感じでできました。はい、他にもラテアートや落ち葉アートや椿アートや筆文字アートや、なんかアートってつくものが好きですので、そういうのを作って楽しんでます。またそういうのもあげれたらいいなぁとは思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。